Hi. How are you? Good morning. I'm long time no. お久しぶりです。この雰囲気いいですね。Thank you。 はい、やってきました。歩いてですね、2分ぐらいのところに5年間住んでまして、結構こちら通ったんですけども、日本の皆さんも結構お連れしたと思いますけども、タミル食堂です。こちらはベジタリアンなんで、お肉とか お魚はないんですけども、ドーセとかビットゥ、インディアパン、パラタ、イドゥリとかですね、そのようないろんなものが食べられます。ランチタイムはですね、ライス&カレーも一部2階でやってるんですけど、今日は朝ということでドーセなどをいただきたいと思います。はい、来ました。もうこのバケツのような容器にたっぷりの、これはねベジタブルカリーなんですよ。そしてこちらがココナッツチャトネとトマトチャトネですね。そう、和でこれがちょっと名前がわからない。これもすいません、名前がわかりませんけど。そしてですね、今日残念ながら本当はバラタとかドーサを食べに来たんですけど、ガスがないということで残念ながら今日の朝食です。このおじさんがですね、このに持ってくれるわけでございます。付け合わせは無料でついてます。後ろにダルベル、ダルなんで、おじさんやってくれない。これはね、ミックスカレーなんですよ。ミックスカレー、これをかけて食べます。はい、ではいただいてみましょうか。いただきますよ。これはね、パンみたいな感じなんですけど、中にこのようなカレーが入ってますね。カレー味の多分芋だと思います。はい、これをこのようにつけて食べます。うん、高い、ちょっと高いけど美味しい。もうガス不足の影響で、まあ、こんな感じです。こちらもいただいてみたいと思いますが、これは何なんだろう。これは芋ですかね。芋ですけど、で美味しいですね。これは朝おすすめかもしれない。はい、和でを食べてみましょう。和で、和でもこれは美味しいんですよ。このココナッツチャツネですね。ココナッツチャツネ。うん、うまいですね。はい、いつものようにバズバズしていただいてみたいと思います。今彼はカレーハンターのことを言ってます。カレーハンターどうしたと。キャップマンね。キャップマンな。キャップマン、ライスケープ。おお、キャップマンね。ジャパン、いいな。ジャパン。Thank you。いつものおじさんです。もう7年ぐらいずっとこちらにいらっしゃいます。ありがとう。Thank you。そのティーボール。おお、ティー2ね。ティーボール。ティー、おお。あ、ティーボール。This one milk. Milk, ね。Yes. Sugar. Sugar. おお。おお、シュガーと。That's why it's mixing. え？え、mixing すごいね。いやいや、mixing。あった？いや、すごい。美味しいじゃん。ああ。
あれは金メガネ待てよ。グーグーおー。Yeah. Best tea. Nice tea. Yes. Oh, thank you. おじさんの作ったミルクティーです。いただいてみましょう。熱い。まだ熱いです。暑いけど、ミルクを混ぜて作ってくれた、もうミルクたっぷりのミルクティー、キリテーなんですけど、まあこちらはタミル食堂なんでキリテーとは言いませんけどね、はい、うまい。ここのねミルクティーが美味しいのはミルクたっぷり使ってるっていうのもあるんですけど、砂糖がねスリランカの割には抑えめなんですね。なのでこちらのミルクティーは楽しみにですね、朝本当にこのミルクティーだけを飲みに来たこともあります。はい、そんな感じでタミル食堂でいただく、タミル語は飛び交う、そんな食堂です。ミルクティー美味しいです。いただき終わりました。動作とかはガス不足でなかったんですけども、和デーなどをいただきまして大変美味しかったです。こちらの食堂はですね、約5年間近くに住んでまして、結構通ってたんですけども、本当に美味しいお店でですね、タミル食堂としては私ここをすごいおすすめしてまして、いろんなですね、名のあるところもあるんですけども、そこよりも美味しいんじゃないかと個人的には思っております。タミルを飛び交う空間、そして先ほどいろいろ注文取ったりしてくれたおじさんはですね、こちらで長く勤めてるスタッフなんですけど、覚えててくれてですね、今回も久しぶりに来たら、お久しぶりだなって覚えててくれて、それが釣りだったのかな、温かさじゃないかなと思います。ファミリーフードなど食べたい時はですね、こちらのローカルな古い食堂なんですけど、手引く紙はわらばんしだったりとか、上はねパンが回ってたりとか、非常に味のある感じなんで、ぜひ一度コロンボに来た際にはお立ち寄りください。はい、ベジタリアンタミルローカル食堂からお届けしました。はい、ありがとうございます。はい。